勝ったぜこれで4連勝ですよフットボールフロンティア決勝進出も見えてきましたねあ、ハイザキ見に来てたんだもしかして俺たちをライバルだって意識してるのかもおおほほほほ素晴らしかったですよ今回はあえて作戦なしで試合に挑んでもらったのですがとか言って本当は作戦がネタ切れだったりとかおいまさか本当にネタ切れでごすいやいやいやおほほほほ大丈夫ですよ作戦ならまだまだまだ真っ白だみなさん、フットボールフロンティア予選もいよいよ次が最終戦でしゅ。話をそらした。現時点での1位は5勝0敗の青少です。ご存知の通り、試合に勝てば勝ち点3、引き分けで勝ち点1なので。青少は勝ち点15か。残り1試合あるが、他に全勝のチームはいない。決勝進出の確率はかなり高いだろうな2位の帝国学園がすでに6試合を終えて勝ち点13私たちは4勝1敗で勝ち点12私たちが決勝大会に進むには引き分けだと難しくてうん難しく考えることないよ最終戦もただ勝ちを目指して戦うだけだおう母ちゃん俺たちついにここまで来たよ必ず勝って全国の舞台でみんなと思いっきり楽しくサッカーをするからあれ灰崎出てないんだあんな雑魚相手に俺が出るわけねえだろお偵察とはご苦労なこったな偵察なんかじゃないよ俺は灰崎のプレイが見たかったんだ物好きな野郎だぜそれに灰崎だって俺たちの試合見に来てただろ昨日はたまたま暇だっただけだあっちの席が空いてるみたいだね野坂野坂君、王帝月の宮のところで、武見の件ですが彼はもう限界のようですねそのようだね彼の目には感情が現れすぎていたあれは弱い人間の目だでもいいさ代わりはいくらでもいるからね灰崎待てよ、てめえ今なんて言いやがった灰崎君じゃないか灰崎、うん、彼は僕に話があるようだ野坂さん大丈夫だよ人間が弱くて悪いのかよてめえは何様のつもりだ
それは戦ってみればわかるんじゃないかな。少なくとも君たちよりは上のレベルの人間さ。もっとも木戸川青春程度に苦戦するお前たちでは野坂さんを本気にさせることはできないだろうがな。ふざけ！てめえらは俺がぶっ潰す！愛崎君、君はどうしてそこまで僕たちに敵意を向けるんだい？何も知らないとでも思ってんのかよ。アレスの天秤システム、その薄汚いやり方をな。アカネは、あいつはその犠牲になって。アカネさんって、あいつがサッカーをしている理由は復讐のためらしい。アカネっていう女が絡んでるようだ。てめえらだけは絶対許さねえ。そう、でも今のままの君では僕たちに勝つことなど不可能だよ。野坂、復讐のためにサッカーをやってるって、それは茜さんって人のためなの？てめえに関係ねえよ。小僧丸から聞いたんだ、茜さんっていう人のお見舞いに行ってるって。小僧丸？あのデブか。チッ、こそこそ鍵回りやがって。アレスの天秤システムが茜さんの入院と関係があるの？茜さんは灰崎にとって大切な人なんだよね。だからサッカーで復讐なんて。お前には関係ねえって言ってるだろ。関係あるよ。灰崎はすごいサッカープレイヤーだ。俺は灰崎を尊敬してる。だから心からサッカーに向き合う灰崎が見たいんだ。惜しいやつだな。何なんだお前。サッカーはすげえ楽しいのに、灰崎は純粋にサッカーをやりたいって思ったことはないの？いいね。くだらねえサッカーごっこで喜んでるてめえらと一緒にするんじゃねえよ。俺は王帝月の宮を倒すと決めた。いいか稲森、俺はどんな手を使ってでも勝ち進む。気に食わないものをぶっ倒すために強くなる。誰よりもな。これ以上俺に構うな。はい、先。本日予定されていましたフットボールフロンティア予選大会第6戦青松学園対緑ヶ丘中学の試合ですが、緑ヶ丘中学から部員全員がインフルエンザにかかったため棄権するという申し出がありました。全員が！試合は中止とさせていただきます。キャプテン？大変だアスト。俺たちの最終戦の相手だった青葉学園が部員のカンニングが発覚したことで棄権するそうだ。それじゃ俺たちはどうなるんですか？他のチームは予選6試合をすでに消化している。そこで試合数を公平にするために最終戦はうちと青松が戦うことになった。あ、青松と。もう一度キド。ハイザキ、最終戦の相手はライモンに変更だ。そうか。面白くなってきやがった稲森アスト。サッカーごっこにほうけてるてめえらをズタボロに引き裂いてやるよ。10対1でボロ負けした青松とまた戦うのか。ビビってんじゃねえぞ。俺たちだってあの頃より強くなってるだろう。でも今度の試合にはあの鬼道雄斗が出てくる可能性が高いです。向こうもさらに強くなってるってことか。せっかくここまで勝ち進んできたでごすのに。もうみんなシャキッとしなさいよ。たくどいつもこいつもだらしねえ。そういえばアストは万作と日浦と何か話があるって。そうか、灰崎は復讐のために王帝月の宮を倒すと。うん、大切な人がアレスの天秤システムの犠牲になったみたいで。ほっとけばいいよ、お前が悩むことじゃない。あ、いや違うんだ、逆なんだ。逆？復讐のためにサッカーをやってるって聞いてからずっとそんなの間違ってるって思ったし、灰崎はそんなやつじゃないと思ってた。いいか稲森、
俺はどんな手を使ってでも勝ち進む。でも灰崎の目は本気だった。あいつの目は本気で自分の思いを遂げたいって叫んでた。それを見て自分はどうなんだって考えたんだ。俺の方こそ中途半端なんじゃないかって。お前が？アストくらいサッカーに打ち込んでるやつはそうそういないと思うけど。そりゃ俺はサッカー大好きだし全国に行きたいって思ってる。でも灰崎の方がそれをずっと強く願ってるって思い知らされたんだ。まさか灰崎に勝たせてやりたいなんて思ってんじゃないだろうな。いやそんなことは思ってないよ。でも気持ちで負けているって。もしかしたら俺灰崎のことが羨ましかったのかもしれない。アスト、アスト、ちょっとあんたに話があるんだけど。ヨネさんがアスタにだけに話って。まさか愛の告白。それって年の差カップル誕生じゃない。いやそりゃねえだろう。そうとも言えないみたいだぞ。あれってラブレターじゃない。マジか。手紙？あ、あんたにね。あ、母ちゃん。母ちゃんの手紙。稲国島の病院が預かってたみたいでね、あんた宛に送られてきたんだよ。なんで今まで。あんたが立ち直ったら送ってほしいってあんたの母親から頼まれていたそうだよ。アスト、元気にしてますか？ちゃんとご飯は食べてる？夜更かしなんてしてない？サッカーもいいけどしっかり勉強もするんだよ。お前のことを思うと母ちゃん心配でならないよ。お前を一人にしちゃって本当にごめんね。思えば昔から病気がちで母親らしいことはあまりできなかったよね。今になって思うよ。たとえ無理をしてでももっとアストのそばにいてあげられたら、もっといろいろお話ができたら、この手でもっと抱きしめてあげられたらって。アストにはまだ謝らなきゃいけないことがあるの。母ちゃんはアストに一つだけ嘘をついてた。父ちゃんは赴任先の海外で事故に遭って亡くなったって言ったけど、実は父ちゃんは生きているのよ。父ちゃんが、父ちゃんが生きてる。父ちゃんはね、プロサッカー選手だった。アスト、ほら、父ちゃんが映るよ。あ、父ちゃん。父ちゃんは国内リーグでの活躍が見込まれて海外のクラブとの契約が決まったの。でもね、サッカーの夢を追いかけて海外に移住するという父ちゃんに母ちゃんついていけなかった。ただでさえ稲国島で育った私は東京の生活に疲れていたの。ましてや海外なんて母ちゃんにはやっていける気がしなかった。私は父ちゃんの夢に付き合うことができなかった。でもすぐに後悔した。勇気を出せば違う世界が広がっていたかもしれなかったのに。だから母ちゃんはアストの夢だけは最後まで応援したかった。アストから決してサッカーを奪いたくなかった。アストがサッカーをやってるところを見るのは父ちゃんを思い出してちょっと辛かったけどね。父ちゃんがプロのサッカー選手。サッカーをやっていればいつか父ちゃんに会えるかもしれない。頑張れアスト。お前が必要とする限りサッカーはそこにある。アスト、お前にはずっと明日がある。アストの進む先が太陽のように明るい未来でありますように。母ちゃん
天国からずっと応援してるからね。母ちゃん、母ちゃん、俺はサッカーを続けていくよ。サッカーで大きな舞台に立ってみせる。そして父ちゃんに会って母ちゃんのことを話すよ。母ちゃんは父ちゃんのことを応援したかったんだって。ゆり子さん、あんたが今まで父親のことを隠してた気持ち、なんとなくわかるよ。もし今のあの人のことを知ったら、アストはサッカーを嫌いになってしまう。でもあの子ならきっと未来を変えてくれるかもしれないね。あなたたちには対聖章の切り札を身につける特訓をしてもらいます。はい。よかった、作戦ネタ切れじゃなくて。お願いします、監督。普通に元気だな。ったく、心配させやがって。それがアストのいいところでしょ。みんな行こう。おう。ああ、万作君は残ってください。え、あなたには個人授業を受けてもらいますよ。あ、はい。個人授業って、なんじゃこりゃ。ハイザキはどうせ試合に出るつもりないんじゃないか。ま、初戦で楽勝だったライモンだからな。ハイザキ、ライモンとの試合がそこまでお前を駆り立てるのか。違う、俺が戦いたいのはライモンじゃない。稲森アスト、あの鬱陶しい野郎だ。あいつを見ているとムカつくんだよ。本当のサッカーがどうとかこうとか。それは眩しいんじゃないのか。何？稲森アストの放つ光がお前には眩しいんだ。お前を変えられる存在がいるとしたら、あいつだと思っていた。あいつが？稲森アストが放つ光は強い。太陽のようにな。言うなれば、太陽に選ばれたサッカー小僧だ。太陽に選ばれた、だと？は、随分と奴のことを買いかぶっているようだな。俺はあいつのような奴をもう一人知っている。その存在に俺自身も変えられ、そして救われたんだ。ハイザキ、お前も変わろうとしている。今までのお前なら試合前に特訓などしなかっただろうからな。分かったようなこと言ってんじゃねえぞ。フットボールフロンティア予選もいよいよ最終戦だ。対戦相手が大会を棄権したことにより、初戦でぶつかったライモン中と聖章学園が再び激突することになりました。スタジアムグルメ、トゲもじゃ焼きそば雷おこしサンドだよ。何ですか、そのトゲって。さあ、とりあえず君の分はトゲを大盛りにしてもらったから。なるほど。よう、てめえらのサッカーごっこを今日ここで終わらせてやるよ。俺たちは俺たちのサッカーをやる。そして勝つ。稲森、これまで俺たちはいくつもの修羅場をくぐってきた。最初に戦った時より確実に強くなっているはずだ。みんな、この試合必ず勝つぞ。勝負する前に気持ちで負けてちゃダメなんだ。この試合絶対に勝つ。ライモン中対聖章学園、決勝進出をかけた運命の一戦が始まります。よこせ、起動。入らがれや。ゴール。試合開始からわずか数秒で聖章が先制。決めたのはやはりこの人、フィールドの悪魔、ハイザキ良平だ。
マジかよ。まだ一歩も動いてないのに、あんなシフト打たれたら。切り札があっても勝ち目がないでゴス。死ね。あん時のお返しかよ。どうだ稲森、これが絶望的なまでの力の差ってやつだ。みんなごめん、シュートを簡単に打たせすぎた。俺たちフォワードが前線からガンガンプレッシャーかけてっから、ディフェンスもまずはゴール前をがっちり固めよう。稲森、その打たれ強さだけは褒めてやる。だがどこまでそんな顔でいられるかな。乙女よ、本当の私は弱いよ、だけれど口から